皆さんこんにちは、武田塾の清水です。川野です。今回は5月の勉強法はこれだという内容について説明していこうと思います。お願いします。川野先生、早くもですね、5月が迫っておりますが、5月めちゃめちゃ重要ですよね。めちゃくちゃ重要。今回は5月のポイントをぜひ押さえてってください。結論としては、日大突破へ突き進め。日大突破へ突き進めということは、突破まではギリいかないぐらいですか。理想はこの5月に日大突破をできるに越したことはないんですが、はい、今これから始めてようやくね、勉強の要領がつかめてきたとか、まだね、なかなかうまくスタート切れてないって子もいると思うんですね、はい、そんな子は日大突破はできないまでも合格を見据えて今突き進もうというのがね、この5月なわけです。8月末に志望校ワンランク下のレベルに合格できるぐらい、まあ、段階突破できるぐらいをまず目指してほしいと。さらにもう1個下のレベルっていうのが、大抵の子にとっては日大レベルとかが6月末、特に主要教科の英数ですね、いける子だったら国語とかもできちゃった方がいいかなと思うんですが、っていうのを目指してくると、そこからさらに1ヶ月前っていうのが5月末ですので、日大突破に向けた中盤に差し掛かってるぐらいですかね、までいけると非常に順調じゃないかなっていうふうに思いますね。英語であれば解釈ぐらいまで5月中にしっかり仕上げられてると結構順調じゃないかなと思います。長文1冊目ぐらいまで入れてると結構いい感じってところでしょうか。4月からスタートしてそのぐらいのスピード感でできていればかなり順調と言ってもいいかもしれないですね、はい、数学で言えば入門問題成功終わって基礎問題成功の 1A2B とか、文系の子であればそこまで行ってれば結構いい感じってところはありますし、理系の子であればぶっちゃけね、数3の入りとかまで行って6月末までに数3しっかり一周仕上げられますよっていうぐらいのスケジュール感で進められてると非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。この時期気をつけてほしいのは、基礎を雑にはやらないでほしいと。最初の段階にやる参考書こそまさに君のこれからの勉強の土台となっていくところなんですね、はい、とりあえず日大突破しなきゃいけないんだ、急げー急げーってやって、雑にやって突き進んじゃう。一応日大ルートは終わらせたんだけど全然定着してなかったっていうのに6月になって気づく。これね、一番やっちゃいけないパターン。5月にやってほしい勉強としては英語数学それぞれそのあたりとか、国語であっても日大レベル突破できるかできないかぐらいの範囲になるかなっていうふうには思うんですけども、完成度の方にまだこだわるべきなのが5月かなというふうにたくさんの受験生を見ていて思うところではありますね。いや、新先生、早く突き進め、日大突破をしろって言いながらも、はい、いや、そうは言っても定着度も大事だぞ。そりゃそうなんですよ。今見てる子たちからしたら、どうしたらいいんですか疑問が起きちゃうと思うんですね。両方をうまくバランスを取るためにはどうやったらいいんですか。うまくバランス取るためには優先度っていうのを考えておいた方がいいと思いますね、急いだ急いで基礎が雑になるレベルだったらちょっとスピードを落として目標の設定時期を多少遅らせてでも、解釈とかってそっから先の長文の質を決めかねない勉強だったりしますし、基礎レベルの数学の参考書とかだとそれが入ってないとその上にいくら応用を積んでってもなかなかね、効果に出ないっていう場合もあったりするので、そのあたりは質を優先した上でなるべく早いスケジュールで急いでいくっていうところが優先順位としては大事かなっていうふうに思いますね。個人差はもちろんね、スタートのタイミングもあるわけだから、そうですね、日大突破を絶対ってするよりは目の前でやるべき参考書は今何なのか、このぐらいの時間かけたらいつまで終わるのかっていうのをこの5月に明確にしましょう。これがねマストかなと思いますね。今までねなかなか勉強してこなくて新しいスタートを切ろうと思ってる君は日大突破をこの5月中にしましょうって言っても、これは理論上かなり厳しいわけですね。そういう子であれば、この1ヶ月毎日平日6時間、休日は8時間10時間勉強するってなったらどのぐらいできるのか、そしてそこからある程度概算して参考書はどこまで終わらせられるのか、その先にはどのぐらいのペースでやっていくのかっていうのを今考えられるといいのかなと思いますね。もう一つ絶対意識しておいてほしいのは、科目の優先順位っていうところもあるかなと思っていて、理系の子であれば英語数学両方の日大突破6月末、それに向けた5月の準備っていうのが難しいのであれば、数学は最優先でそのスケジュールに乗せられるように科目の配分、つまりは勉強時間をそっちに回していこう、まあ、文系の子であれば逆、英語をより優先して数学は少し遅れてもしょうがないかなっていう風に、科目ごとにどっちに力を入れるかっていうのもバランスを分ける時期かなと。5月とかでゴールデンウィークで部活引退してくる子も多くなってくるんで、勉強時間取れるようになって両方力入れられずっていう場合もあると思うんですけど、まだまだ引退先ですよみたいな人もいると思うんで、科目ごとの優先順位っていうのも意識して絞っていくのもある程度戦略としては重要な時期かなと思いますね。ここでね、優先度高いのは主要科目になってきます。特に重視しなければいけないのは英語と数学です。その次に国語が来るぐらいのレベル感かなと思ってもらうのが一番多くの子に当てはまるパターンかなと思います。理系の子だったら英数とさらにじゃあ理科も加えていこうとか、文系の子で数学は使いませんっていう子だったら英語と国語と歴史もちょっとできる限り付け加えていこうとか、優先順位を何につけていくのかっていうのも大事になってきますね。5月の勉強について語ったわけなんですが、この5月が君にとってめちゃくちゃ重要な月なんだ。この5月みんな何やる？そう、今はゴールデンウィーク。
ークこのゴールデンウィークっていうのは日々学校があって時間が取れない現役生にとっても勉強に打ち込む最大のチャンスが今訪れてるわけですね。受験の天王山は夏だっていう人もねいるんですけど、実はね受験の天王山はここにありと、ゴールデンウィークをうまく活用できるかどうかで君の受験の結果は大きく変わると思ってください。ここで本気を出す、自分の志望校合格に向けた一歩を大きく踏み出せるかどうか、これがめちゃくちゃ大事なんです。夏ってみんな頑張るんですよね。頑張ってない受験生なかなか少ないんで、そっから先さらに差をつけていくっていうのは難しくって、5月6月まあ7月ぐらいまで本格的な夏の天王山前天王山の時期にどこまでリードできたかっていうのは現役合格目指す上でめちゃめちゃ重要で、特に英語と数学の進捗および完成度、ここが高いとマジで逃げ切れますっていう時期が5月です。今このチャンネル見てくれてるみんな、難関大学を目指してる子が大半なわけです。難関大合格、夏にねほぼゼロですからスタートするとなかなか厳しいわけですね。これは逆転合格を得意とする我々ですら、夏からだとなかなかしんどい部分もあるのは正直なところとなれば、今から君が動き出してしっかりと基礎を固められるかどうか、ここをぜひね、ここをぜひ意識してほしいです。めちゃめちゃ意識してほしいということですね。このゴールデンウィークこそ大事な話っていうのをしたわけなんですけど、ゴールデンウィークこの5月1日からどうやって活用したらいいのか、このゴールデンウィークで最大限君の勉強時間を確保して勉強を進める、日大突破まで向かわせるために、ゴールデンウィークに勉強量を圧倒的に増やす方法とか、具体的な勉強方法については次の動画で紹介していきたいと思います。お楽しみに。お見逃しないようにチャンネル登録と、あとは君のゴールデンウィークの覚悟をこのコメント欄に書いてください。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。